はい、というわけでどうも、アストルムでしかモテない岸くんことスマスです。これめちゃくちゃ悲しいこと言ってるよ。というわけで今回はサムネイルにもある通り二股します。何言ってんのこいつって思った人、グッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけで今回はこちらのプライズガチャをね、回したいと思うんですけども、僕の推しであるゆいちゃんがピックアップされてると、あのピンクの方ね、まあさっき、まあ見てもらった通り、もう一人実はいて、日和って言うんですけど、まあ性格的には、まあ常に元気いっぱいで、裏表ないし、で、極度のお人よし、で、誰とでも気軽に接する高い社交性持ってるんですが、まあ同年代に比べると、まあ16かな ?16 歳なんですけど、異性に対してね、スキンシップすごい激しいんですよ。で、まあ一度意識してしまうと、恥じるっていう。ないやばい、初めてこんな声出したぞ、動画で。で、まあ、キャラボイスが遠山奈央さんということで、俺がいるの、由比ヶ浜ゆいや、ゆるキャンのシマリン、あとは、まあ、カリカノのサラシナルカだな。まあ、最近だと、あれか、鬼滅の刃のスマ、宇髄天元の、あの、三人の妻の中の一人のスマの声を担当されてます。いやー、でもねこの性格で遠山さんはずるいって惚れないわけないやろが。なんか遠山奈央さんにキレてるみたいな動画になってる。というわけでね、まあちょっと本題に入りましょう。で、今回ね、まあプライズガチャ回すんですけど、まあピックアップされている今回のニューイヤーユイ、ニューイヤー日和をね、まあ当てに行こうと思うんですけども、まあまずは優先的にはね、まあユイを、推しなんでまずユイを優先的に狙っていこうと。で、その後に日和を。作戦としては、どっちかを、とりあえず天井になる前に当てよう。で、天井でもう一体を手に入れる。まあ、天井しないことがいいんだけどね。まあ、そういった形でね、やっていこうかなと思います。じゃあ、引きますか。いや、出たら嬉しいな。用意。ドン。ロードがないな。ロードないな。これは、素敵な仲間が増えますよ。これは、どうだ?どうなんだ?これは。これ一番ひどい例です。10連すると、おー、そっちじゃない。そっちじゃないです。10連すると、確定で、1枚金は出るんですよ。そう、なんで今のが一番ひどい例です。まあ、スキップしていこう。じゃあ、まあ、どんどん引きますか。ドン。おー、あー、でも光ってるよ。おめでとうございます。本当だろうな。いや、ダブリとかあるかな。おー、なんとも言えない結果だな。7個目だよね。2、3、4、5、6。次だよね。次。せーの。まあ、ロード入ってない時点で分かってたよ。じゃあ30連目。お!いや、来たやろ、これは。これは来たやろ。いや、来た。これは来た。これは来ました。ほら、めっちゃ長いよ。もうこれは来たよ。新規キャラ。新規キャラ。いやー、新規キャラ、まだ持ってないやつとかいっぱいいるからね。もしかしたらそれの可能性もなくもないんですよ。これ、2、3枚ぐらい、なんて?2、3枚ぐらい新規来るんじゃない?素敵な仲間が増えますよ。おい、1枚。1枚かい。まあまあ、2枚目ですよ。もう次だからね。いきます。獲物を仕留める狼の舞ってやつを見せてやるよ。ごめん、ゆい、当てれなかった。な、言ったろ。そう、持ってないやつとか出んのよ。じゃあ40連目いきましょう。光ってないですね。光ってないですね。あ、最悪。50。60連目。うわ、ロード入んね。あ、でも光ってる。でもね、ロード入んない時の虹って大体ダブリ。6枚目ね、6枚目。1、2、3、4、5。次で、次よ。ドン。知ってた。知ってた。70連目。待って。もう半分いきそうなんだけど。もうひどいな。80、待って、80連目。待って。やばいぞ、今回。はい、4つ。やばい、90連目。いや、待って、ロード入んねえんだけど。あー、もう、ね、半分だよ、これで。あはは、もう、やべえ。素敵な仲間が増えますよ。やばいって。
待って待って、冗談抜きで笑えんくなるぞこれ後半。110連目マジ120連目待ってロード入んねえじゃん。もうどん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 スキップしてるよ。もう140ん130来たわ。めっちゃなんかさっきと同じような長さのロードなんだけど、さっきの誠もシンデレラバージョンって言うんですけど、シンデレラバージョンが実はもう一個あるって、それ持ってないんだわ。待って、そっちじゃないよな、まさかない、そっちじゃないよな。8枚目ですね、8枚目。いや頼む、次だろ、行くぞ、ほい正月。いただきます。一緒に分け合っちゃおう。やったぜ。じゃああとはゆいを当てるだけ。んでも正直もう100連回してるから天井でいいよ。いや本当に180とかでさゆい当てるじゃん、あと20で天井ない、めちゃくちゃジュエル無駄になってることになるから。 あれこれ今から当てちゃダメみたいな動画にならないこれ。いや回そう回そう。140連、光ってない、うんひどい。150連目、なんならあれだな、他の持ってないやつ出してほしいな、あのシンデレラ誠みたいなやつを。虹出たんだけど虹出たんだけど、2、3、4、9枚目だよな。5、6、7、次だよね、いきます。なに、ダブったんだけど160連目、おい、うん、ない。170連、おい嘘だろちょ、待って、おい、170連目なんだぞ、おい、あと30連無、あと30連無意味になるからやめろ、ほんまにやめろ、ほんまにやめろ、マジ、ゆいだけはやめろ、ほんとに。待って、ゆいを一番望んでんのに、なんでゆい拒否しようとしてんだ、俺。待って、もう、待って、やめて、ほんとにやめて、ゆいだけはほんとにやめて、今やめて、ほんとに。勘弁して、ほんとに。さあ、どうよ、何枚目 ?6、違う、7枚目。にゃん、んもう滑舌がひどい。7枚目ね、3、4、5、6、次だね、ドン。マジか、かわいいからいっか。無事2人を迎えることができたスマッシュ。しかし彼はプリコネフェスという名の一大イベントで新たなガチャ情報を耳にし絶望するのだった。次回スマッシュ TV 第約700章、爆死王降臨、もう一度君とつながる物語。その前にアニバーサリーイベントあるからそっちでジュエル消そう。てか消えるね。